ででききななないい人っって本当にできないんだなっていうのも分かるできない<え>何ができないのうん当たり前のことができないっていうのかな僕からすると当たり前のことができてない人たちが結構いて、まあ、僕ちょっと最近飲食とかやってるでしょで何十店舗とかって見てるとなんかすげえちゃんとやる人と全然ダメな人がいるわけですよ。 で全然ダメな人ってやっぱ例えば毎日のルーティンワークができないんですよねやればいいのにっていうことがやっぱできない人は一定数いてまあ、僕の感覚でいうと半分以上の人はそれできてないなっていうだから商売もうまくいかない なんかちゃんとできてる人はちゃんとできてるから他人にも信用されるし他人に信用されるっていうことはこう何かしようと思った時に協力してくれる人もいるっていうことだから必ずしもそのお金の形でその人生を保証する必要はないっていうことだしじゃあただ逆に言うと人から信用されない人っていうのはまあお金でも持っていないと不安だっていうまあこういうトレードオフはありますよね。 と思うんですがじゃあできないからといって絶対そのうまくいいかないわけではないんでですよできないことを認めて、はい、その真っ裸になればいいんですよ。そしたら周りが助けてくれるんで「あのこいつちょっと頼りないから行動力はあるけど頼りないから助けてあげなきゃと」 ってなっちゃってまあ僕はそういうタイプの社長いっぱい知ってるんですねだから僕1回クイズ大会でねあるクイズ番組行ったことがあってたら社長グループに僕入れてもらったんですよ、はい、ラッキーと思って社長バカばっかだからクイズとか全然できないんですよでそこで僕圧勝して圧倒的ナンバーワンになると一番いいポジションからその本線に出れるんですよその時に僕その番組で優勝して ッキーみたいな感じだったんですけど<笑><笑>つまりやっぱりあの真っ裸になって行動できる人がやっぱり経営者になっていったりするあというか、うん、バカでもルーティンワークができなくても、うん、その基本的なことができなくてもできる人がいっぱいいるんで、うん、できる人やったらいいんですよ。で,できる人はやっぱその じゃあそいつが行動すればいいじゃないかと思うんだけど世の中の大半の人は、ええ、もうそれこそ9割以上の人は行動力がまるでないんですよね、うん、で、なんで行動力がまるでないかというと失敗したら恥ずかしいと思っちゃうんですよね、うんはい、だけど僕毎回それも言ってるんですけど失敗しても恥ずかしくないよとなぜなら誰も知らないからだと誰にも知られてないから失敗してるわけであって、はい、人は失敗のことなんか覚えてないからあなたの失敗はあなたしか覚えてないし、うん、恥ずかしいと思ってもあなただけだから実は恥ずかしくないんだよと いいうふうふに言っても行動しないですからねだからこそその1割の人になれば成功できるんですよだからほぼ成功できるだってずっと失敗していって最後成功すればいいわけだから、ええうん、そのお金の話をすると失敗してもゼロにしかならないんですよね、ええ、マイナスにはならないのでまあ命まで取られるわけじゃないですからね、うん、でそうそうそうなんですよ。命まで取られるわけではないいい世の中なんですよね。ええ そう考えると、そのじゃあお金を稼ぐ力とか、云々の前に、どう考えてとか、どう立ち、次も失敗しても、次立ち上がれる。気力があることとか、もっとそういう根源的な方が大事じゃないっていう話になるんですかね。ねいやいや、もうだから、その恥ずかしがらないっていうこと。ですまあ、組織でも一緒ですけどね。あの、こう、必ずしも人がみんな。あの経営者タイプでもないので、やっぱりこう組織の仕組みがあった方が働きやすい人。 いいうのはいるわけですよねだけれどもまあその組織の中でこう自分をどういうふうに位置づけていってでじゃあどう,どうやって世渡りしていくかみたいなことを考えた時にやっぱりそこでこうず恥ずかしがらないで頼むことは頼んでみるとか起業しなくても,もうこうまあ、た多分そのこれから就職するんですかそれとも。うん 研究んでもいずれにしてもこうまあそうこう自分のこうキャリアプランニングみたいなものをこう考えていってでその自分に対するこう投資っていうことをまあ有効にあの積み重ねていくっていうのが。 基本的ににはこう人生に対するあのこう枠組みとしてはそんなな枠組みになりますよねその広い枠組みの中に起業するっていう選択肢もあるしのサラリーマンとして働くとか転職するとかっていうようなあのそういうものが位置づけられてくるってことですよねすごい疑問があるんですけどねその組織人としての生き方っていう意味で言うと、はい、多分一番の恐怖はその金がなくなることよりも仕事がなくなることだと思ってるんですね、うん、僕は。 それは怖くないんですか。みんな。だって六十歳とか六十五歳でみんな定年なわけでしょ。で仕事がなくなる、あるいはこう仕事してるっていうこう自分の立場がなくなるっていうことが。おそらくは恐怖なんでしょうね。でも六十五歳になったらみんななくなるわけじゃないですか。それに恐怖は抱かない。えっと恐怖を抱いてるんだと思いますね。あの彼らは。いや、<も>だとするならば、はい、それをやらない、あの定年後も。 働けるような準備をすべきなんじゃないですか。えっとだいたい四十五歳ぐらいからするべきですね。うん、でもほとんどの人たちはしてないですよね。うんしないのは迂闊だと思います。迂闊だなけ浮なんですかあれは。<laughs> あれは迂闊なんです。組織でまだ必要とされてると思ってるから、うんうん、あのそ,その状態をこうまあまだ満足してるっていうことですね。えー、じゃあ六十歳ぐらいなんて焦り出すとかそういう感じ？<laughs> そうですね。でですからこう例えば六十歳定年だとしてで五十八歳から側打ち教室に 会話を始めて60歳から流行る蕎麦屋ができるみたいなそんなにうまくいかないですよね。ですからこうあ,あのそんなに泥縄なんですか。か、うん、そうなんですよ。だからこう例えば大学の先生やりたいとかっていうことだとえっと今だとまずこう博士課程まで出なきゃいけないから社会人大学院通う。 でもこう博士取ってもすぐ教授になれるわけじゃないのでまあ非常勤講師かなんかやりながら顔つなぎしてでポスト開くの待つみたいなことをやっぱりその10年単位の準備期間が必要なので45ぐらいからあのこう60過ぎてから何して働くかいつまで働くかいくら稼ぐかみたいなことを具体的に考えて必要ならば準備しないといけないですね。 組織にずっといたら他の選択肢ってなかなかこう踏み出しづらいっていうでもさ踏み出しづらい反面どう考えてもそうなるわけじゃないですか <laughs> その <laughs> いきなりいきなりだってさ一社しか勤めてなかったら人間関係も収入源もやりがいもすべて失うんですよ僕一直線じゃないですか恐怖でしかないですよね僕は逆にそれは恐怖であるべきですよねうん,うん だ僕みたいな生き方だと別に定年ななんかないわけですよ、うん、好きなだけ仕事できるわけじゃないですかいつ,までいつまでもそれが老後の備えなんじゃないかって僕は思ってるっていうまあ何回も転職してまた転職しようかなと思った時に待てよと思ってでもこう転職してもじゃあ例えば60歳で定年になって。 そこからやることがないじゃあ,こうあのその後もやれるようなことを作っておかなければいけないなと思ってでこうあの収入を下げたけれどもあの副業を自由にしてくださいっていうような転職をしてで、まあ、その副業をいろいろやってみるうちにまあなんとなく評論家になったっていうようなことですね。まさにまあ所属とは言いながらそういうまさにセカンドライフを設計されているわけですもんね山崎さんの場合。